はいどうも、なおちんです。さあ、今日は妖怪ウォッチ1をやっていきます。よろしくお願いします。まだね、これをゲットできてないんですよ。ごっつぁんポイントで入手できる、覚醒エンマブレスとエンマブレード。まだまだ足りないんですよ。全然足りない。これを、なんとかゲットしたいと思います。前はね、放置して入手したんですよ。で、今日もちょっと放置をして、入手したいと思います。ちょっとやり方忘れたんだけど、確かここで、決定ボタン連打でよかったよね。で、そうすると、この初級版、なんかここら辺もさ、ずっと回りたいんだけど、無理だよね。確かここら辺ぐらいまでだったら、全然、放置で戦えるんだよね。ちょっと、とりあえずここで連打してみようか。そうすると次選ぶとき長球。いや無理か。まあまあまあ、ここでいきましょう。連打をしときます。長球の一番最後ですね。A ボタンと R ボタンかを、あ違う A ボタン連打の R ボタンを押しっぱなしにしてます。それでいけるね。トーマ自体はまあ動かないんだけども、でもまあまあ大丈夫。全然仲間が強いので勝手に倒してくれます。R ボタンのね、この長押しはどうしようかと思ったんだけども、コントローラーに爪楊枝をぶっ刺してやれば、固定ができますね。あと輪ゴムとかテープとかそういうのでもいいと思うんですけど、まあ爪楊枝が一番無難かな。で A ボタンは常に連打の状態にしてます。 OK で、これでとりあえず倒せるでしょ。で倒した後、どういう動きになるかだよね。さっきやってたところをそのまんま繰り返しやれればいいんだけども、もしかしたらこれ初級のところに戻るかもね。なんかエンマずっと止まってない？エンマ止まってるな。で、まあカイラが動いてくれてるので大丈夫です。エンマ完全に止まってるな。どうした？エンマが動いてくれてない。影おろちはこれ絶対いるよね。回復がないとちょっと厳しいと思うので、影おろちはちょっと入れときましょう。これ万能キャラだからね、影おろち。攻撃もできるし、回復もできるんで、これは絶対に入れときましょう。余裕余裕で、これで、元に戻った時にどうなるのか。クリアしたらどれぐらいもらえる？わからん。あ、500と今まで勝ってきたやつだから、まあ1000近くはもらえるのか1周で。あ、でも長級か。どうなる？あ、初級場所か。まあまあこんな感じだったのか。はい、まあとりあえず初級場所を、回ってみましょう。多分1周でどれぐらいだろうね。300ぐらい入ればいいかな。とにかくここを放置して、ずっと回らせましょう。半日ぐらいちょっと放置してみますね。それでは、7時間経過しましたね。7時間放置したところ、どれぐらい溜まってるだろう。ポイント見てみましょう。結構溜まってるか。3万5000。1万ちょっとか。7時間で、まあ1万1000ポイントとか、それぐらいかな？溜まるのは。あー、なるほど。エンマブレスは4万4000だから、そうね、あと5、6時間放置しないと入手できないっぽいですね。で、プラスでこっちも入手しようとすると、さらに24時間ぐらいか。うわ、長えな。だっけーな。でもまあ、寝てる間とかに放置しとくだけでゲットできるので、まあまあまあいいでしょまあ、とりあえず、放置をすると、7時間で、まあ、1万ポイントぐらいは貯まるっぽいです。うん。そうね。30時間ぐらい放置すれば、両方ともゲットできますね。なげ、長っ。まあ、前も多分これで、ある程度の装備はね、ゲットしていったと思うので、また今回もちょっとね、特にこの2つ、エンマブレードとエンマブレスはゲットしていきたいと思います。はい。まあ、まずはエンマブレスだな。はい。ということで、もう少し放置をしてゲットしてみますね。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。